必須脂肪酸、必須脂肪酸、必須脂肪酸、エッセンシャルファテアシッドは体内で他の脂肪酸から合成できないために摂取する必要がある脂肪酸である。人を含めた後生動物には自身の生理代謝過程に必須であっても自身では合成できない脂肪酸の文庫種がいくつもあることが多い。それらを合成する他の生物を食物として摂取する必要がある。 人及びその他の動物にとっては、多可不法は脂肪酸のうち、オメガマイナス6脂肪酸のリノール酸、オメガマイナス3脂肪酸のアルファリノレン酸が必須脂肪酸であり、必要量が定められる。講義に、オメガマイナス6脂肪酸と、オメガマイナス3脂肪酸が必須脂肪酸と呼ばれることがある。その変換された脂肪酸も、正常な機能に必要不可欠であるためである。 そのため DHA と EPA については推奨量が議論されてきた。20世紀前半の半ばまで食物中の脂肪は必須栄養素とまではみなされなかった。物質が特定される以前必須脂肪酸はビタミンのビタミン F だと仮定されていた。百二十九年にはミネソタ大学の植物生理学者ジョージ・オズワルドバーが脂肪のない食事によって ラットで、欠乏症状が起こり、オメガマイナス6系の高不法和脂肪酸である、リノール酸によって欠乏症が回復するのを確認し、必須栄養素だと報告した。1940年代までに、リノール酸が必須脂肪酸だと示されていった。1938年には、人での研究が実施されたが、1968年の、 長期実験まで確実だとみなされず、1970年代には、人でもリノール酸が必須栄養素だと明らかになった。また1931年に、ジョージ・オズワルドバーは、オメガマイナス3系のアルファアリノ連酸が、ラットで合成されなかったことを報告し、これも必須脂肪酸だと結論した。しかし、欠乏症実験にて、リノール酸と競合する結果が確認されるため、 長い間アルファアリの連酸でも確実だと見なされなかった。1953年には豚の脳から DHA が生成され、1960年にはアルファアリの連酸が DHA に変換される代謝経路が発見された。DHA が神経伝達に重要だと提唱され、網膜からも発見され、EPA の血小板凝集を阻害する。 クロスタグランジン E への変換も報告さたが、1970年代、初頭までオメガマイナス3脂肪酸はあまり関心が持たれなかった。1976年にカスバートンが粉ミルクの必要成分としてリノール酸のみが必須だと主張したが、クローフォードは異議を唱え、1978年には世界保健機関と国際連合食料農業機関が 死亡に関する専門部会でアルファアリノレン酸の必須性を確定した。1982年にラルフ・ホルマンがアルファアリノレン酸の摂取が増加すると血中の DHA が増加することを確認し人でアルファアリノレン酸が必須だとつけた。1978年に DHA と EPA が豊富な海洋性脂質の摂取の多いグリーンランドのエスキモーに 心筋梗塞の発生率が低いと報告され、脂質研究の最前線ではオメガマイナス3、脂肪酸が重要な値となった。そこで当初は血栓の形成を阻害することから EPA に注目されたが、関心は神経系に重要な DHA へと移行していき、1990年代末にはオメガ脂肪酸が不可欠であると明らかになっていった。 さらに DHA は、神経経営の関与、人間の乳児の視力や認知機能に影響を与えると裏付けられその必要性の理由が提供されていった。1994年の世界保健機関による人間栄養学における脂肪と油、ァッツイルズ・ウィン、ヒューマン・ヌートリションでは必須脂肪酸の重要性が示され、適正な比率に言及するものの必要量までは踏み込みない。 人を含めた後生動物では、必須脂肪酸に限らず体内では、脂肪酸は炭素差の不法和化と調査化が進む生合成経路が存在している。しかしながら、オメガマイナス6脂肪酸のリノール酸と、オメガマイナス3脂肪酸のアルファーリノレン酸は、合成できないリノール酸と、アルファーリノレン酸のみが厳密な意味で、必須脂肪酸である。 オメガマイナス9脂肪酸系統の不法は脂肪酸は18、0のステアリン酸から18、1のオレイン酸に変換することができて、体内で合成できるので、必須脂肪酸ではない。構成動物では、デルタ12脂肪酸でサチュラーゼの経路が結出したものと推測される。植物及び微生物中では、オメガ6位に二重結合を作る、デルタ12。 脂肪酸でサチュラーゼによりオレイン酸の二重結合を1個増やしてリノール酸を生成することができる。さらに植物及び微生物中ではオメガ3位に二重結合を作るデルタ15脂肪酸でサチュラーゼによりリノール酸の二重結合を1個増やしてアルファーリノレン酸を生成することができる。人を含む動物はステアリン酸からオレイン酸を生成するデルタ9 脂肪酸でサチュラーゼを有してはいるものの、デルタ12、脂肪酸でサチュラーゼもデルタ15、脂肪酸でサチュラーゼもどちらも有していないの、リノール酸もアルファリノレン酸もどちらも自ら合成することができない。必要とされる必須脂肪酸は以下のように全カロリーの3から4%程度と非常に少ない。2004年の国際的に脂質を評価しているエスファルによれば、 必須脂肪酸の1日あたりの摂取量は、リノール酸の適正な摂取量は全カロリーの2%、4から 5g、アルファリノレン酸の健康的な摂取量は0.7%、2g、冠ム理動脈の健康のために、EPA と DHA を合計で最低 500mg としている。同じように1999年の日本の摂取基準中の説明でも言及があり、 必要量は、リノール酸は2.4%、アルファリノレン酸は0.5から1.0%で、あり、DHA と EPA は必要量は決められないが0.5%を、ススメエスファルの報告より少し多い。全く同じ量で理由に言及しており、2000年の脂質研究の最新情報では、動物実験から欠乏症を予防するには、リノール酸を、 総エネルギーの2.4%、最大組織レベルが維持されるためのアルファアリノレン酸の量は0.5から1%としており、EPA と DHA に関しては、最食主義者もいるため、必要量は決められないが、アルファアリノレン酸からの変換が十分でない場合を、ると合わせて0.5%程度の摂取が推奨される。2003年の世界保健機関の目標とする範囲は、 オメガマイナス6脂肪酸を5から8%、オメガマイナス3脂肪酸を1から2%である。人では、アルファアリノレン酸から EPA や DHA への変換量には、まず精査があり、女性の方が明らかに多い。EPA への変換率は8から20%で、女性の方が2.5倍大きく、DHA では、男性0.5%から4%、 女性約9%である。妊娠期には、より簡単に合成できるという仮説も存在する。完全な菜食主義者は、アルファーリノレン酸から体内で合成される EPA。DHA は、血清中の濃度が低いが、より極めて重要な DHA 量を反映する。赤血球中では、比較的多く、想定よりもリスクが低いことが報告されている。 オメガマイナス6系の摂取が増えると、アラキドン酸の合成が増加するが、これは炎症作用と血液凝固作用などがあり、オメガマイナス3系では、アルファーリノレン酸の摂取が増えると、DHA が増加し、この系統の脂肪酸には抗炎症作用などがある。アルファーリノレン酸とリノール酸の変換は、同じ酵素によって代謝されるために競合する。従って、 オメガマイナス3に対するオメガマイナス6の比率が増加すると、心血関係疾患、骨粗しょう症、炎症、自己免疫疾患などの様々な病気の発症率が上がる。日本人のリノール酸摂取量は平均して13から 15g、ヒで過剰にオメガマイナス6脂肪酸を摂取しており、オメガマイナス6脂肪酸由来の過剰な生理、活性物質の酸性を防ぐために、 代表的な、オメガマイナス6脂肪酸であるリノール酸摂取量を 7G 日に制限すべきとの意見もある。21世紀初頭のアメリカの平均的な食事では、オメガマイナス6対オメガマイナス3の比率は11であり、オメガマイナス6が高い傾向が悪化してきた。これは二十世紀よりの植物油の普及と、オメガマイナス三脂肪酸の少ない種類の植物油の消費や、 19世紀に畜産産業の技術が進展した結果、放牧はヘリーエサはトウモロコシへと変わって、家畜の肥満も促され、飽和脂肪酸が多く、オメガマイナス3脂肪酸の少ない家畜動物が飼育され、これを人々が食してきたことによる。日本ではオメガマイナス3脂肪酸の豊富な海産物が多く消費されているため、海外諸国に比べれば、 日本の食品中のオメガマイナス3脂肪酸とオメガマイナス6脂肪酸の比率は高いと推定される。食事中の比率は日本の成人では1、4、アメリカでは1、8の比率、日本の妊婦では1、3となっている。植物油にはリノール酸が豊富に含まれているものの、アルファリノレン酸はあまり含まれていないものも多い。 アルファーリノレン酸がある程度含まれているものは、エゴマ油、アマニ油、キャノーラ油、オーゴである。オーゴは、アルファーリノレン酸の8倍量のリノール酸を含んでいる。アルファーリノレン酸1日あたり 2g の必要量は、キャノーラ油なら1日 20g に相当する。また、植物油から推察できるように、穀物類にはリノール酸が豊富に含まれているものの、 アルファーリノレン酸はほとんど含まれていない。魚油食品、肝油、ニシン、サバ、ケ、イワシ、タラ、南極オケアミ等の魚介類は、エコサペンタエン酸、EPA やドコサヘキサエン酸、DHA のような、オメガマイナス酸脂肪酸に富んでいる。魚や、その他の生物に含まれる、DHA の多くは、ラビリンチュラ類の一族である。 スキッソティクリアム属などのような海産の微生物によって生産されたものが食物連鎖の過程で濃縮されたものである。このため、菜食主義者のためにもを由来とする DHA のサプリメントも販売されている。アルファリノレン酸は紅葉植物の葉のチラコイドの膜組織、光合成に関わるからも得られる。実際、ほうれん草やチンゲン菜などの青物野菜から アルファーリノレン酸が検出されている。故に、葉は、草食動物の格好のアルファーリノレン酸の供給源となっている。動物性脂肪にもアルファーリノレン酸が含まれている。前述のように牧草をの葉には微量ではあるものの、リノール酸に比べて、アルファーリノレン酸が比較的多く存在している。このため牧草飼料として与えられている、放牧牛や羊の肉、 マトン、ラムでは、他の肉に比べて、アルファリノレン酸とリノール酸との比率が高くなり、アルファリノレン酸をほとんど含まない穀物の飼料を、を与えられている肉牛や鶏や豚の肉では、他の肉に比べて、アルファリノレン酸とリノール酸との比率が低くなっている。現代的な畜産では、大半はトウモロコシが飼料であるため、牧草牛などに比較して、 アルファーリの連酸の含有量は少ない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。